さんこんにちは、渡辺美音です。本日は家族3人で夜ご飯を食べに行きたいと思います。3人ひょっとして 1,2,3 のことそうだから隠しちゃう。そうだよ。だって運転手は僕だってことは3人だ外で待たなきゃいけないってこと。急いで食べて帰ってくるね。はい、はい、その時電話して OK。 リリリリリリリ。はい、ということで夏休みの思い出にみんなでご飯食べに行きたいと思います。よかった、入ってた。はい、行ってきます。行ってきます。というわけで、はい、到着しました。入ってないし。はい、いいよ、お話ししてよ。今日はシェラトン都ホテル東京の夏祭りビュッフェみたいなのがあって、それに参加したいと思います。はい、何が食べれるかな、皆さん楽しみですね。はい、あ、マミマミ、あー違うとこ行っちゃった。あ、すごい。こんにちは。すごい。ガチャポン。こんにちは。すごいですね。何でしょう。はい。あ、わかりました。あ、これは菅野さんのですね。あら、すごい。これはお子ちゃまたち喜びそう。もううちの子たちはダメかな。ちょっとやってみる。年齢制限あり？いや、ございません。あ、ないの？嘘。本当？はい、本当？これやっていいの？やってやって。人を狙うな。じゃあ誰からか言って。いいよ、パパからで。はい、パパからって。え、大丈夫？ちょっと詰めすぎ、ちょっと詰めすぎでした。はい、次マネヤ。うわ、何狙ったの？あの黄色いアビル。あはー、このぐらいだね。え、ちょっとみんな。もう分かった、当たるよ。そんなに前に出たら誰でも当たるでしょう。ちょっと下にやるんだよ、はい、できた。もう終わってもここ。うわ、惜しい。じゃあニーヤのやつ狙わない。近づきすぎ、もうおしまい。みんなよく考えたらちっちゃなお子さんがやるのよこれ。何、はい、こういうのを一番得意なのはさんです。そうだよ、変わってもらっていいだから。ここに詰めるだけ。そう、あ、お兄さんやってくれる。見てて見てて。あ、当たったのに今。落とさないと。落とさないとですね。威力がない。こういうの一番得意なのは美音さんなんです。どれですか。あの、み緑のいちごちゃん、これなんだろう、真ん中にあるの。いくよ。あれ。どこを狙った。あれ、このいちごちゃん狙ったんだけど。ニーヤが狙ったさ、あのサスペンディングナットボールっていうやつ狙って。多分いける。あ、ちょっと何も刺さってないお子様から来たよ。あ、ほら、ちっちゃな子来たから終わっても。大丈夫です。すいません。ありがとうございます。さあ、輪投げもあります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。夏祭りの、はい、何年ぶりだ。何年ぶりだ。3回です。はい、はい、すごい、東京ならではの夏祭りです。ありがとうございます。おお、はい、練習ですね。あ、練習。練習すごい。ありがとうございます。ナイスサービス。はい、あれ。
練習？これも練習？ダメダメ。あれ？いや難しい。一。け。したらこちらの参考書どうぞ。どうしよう。何にしよう。じゃあこれにする？これ何ですか？それ衝撃与えると光るんだよ。え？何歳以上？でえどういうことでしょう。こんな感じ。あすごい、はい、本当だ。それでいいじゃん。これにしよう。すごい、はい、やって。あすごい。2点。あ11点。あ11点。すごい。2等賞です。すごい。どういうこと。すごい2等。悔しすぎる。何があるのこれ。はいどうぞ。光るんじゃない。配っじゃない。じゃあ一応お願いします。そうだ、ね、飲み物入れさせて。入った？はい、入ったよ。せーの。ああ。ああ。あ一応じゃあ当たるの。はい、大取り大取り出ました。あやるの？やります。はい。何点目指すの？20点です。一等目指すのね。オッケー。せーの。ブンブン。あ練習だって優しいもん。優しい。優しい。真ん中行けば5とか。おお7。あ3と。先生僕もこれにします。黄色にしてよ。黄色にします。はい。ありがとうございました。負けない。なずきが自信があるというダーツもあります。あちょっと練習ちょっと意外と軽かった、お修正力だよね。やっぱじゃあおえちょっと昔ねテレビ番組で見ましたよ。見たけどこれ磁石だよ。ど真ん中にね3本入れたんですよね。一回練習じゃない。あちょっと難しいかも。あ全然ダメだった。三等です。三等でした。大丈夫です。あそんな調子よかったね。でこのね分かる9番とかと三等。えすごっ42個も出た声でした。すごい、ね、ありがとうございました。硬いの紙。硬い紙。これは本当に硬いです。めちゃくちゃいくよ。すごいね。すごいでしょ。初スーパーボール。イエイ。取れるんだ。取れるよ。はい。まだ避けてない。やべけ。ほら。あね。あ、取れた。おいおいおい。結構取れるんですね。ちょっと。あら料理長も来た方どうぞ。よろしくお願いします。何種類の料理があるんですか。そうですね、20種類、30種類あるんです。すごい。今日あのゆっくり楽しんでいってください。はい。何を作られてるんですか。今日はかき氷をご用意いたしました。かき氷、はい、スモモとか、例えばパイナップルバニラとかなんかちょっと変わり種で。変わり種で。わかりました。ああ、くまちゃん。くまちゃんありがとう。あ、後ほど行きますのでよろしくお願いします。ぜひ楽しんでください。はい、ありがとうございます。こんにちは。これまで片手の、これ後にまたやもうできてます。食べられるだけ持ってってください。あ、北京ダックもあるんですね。私は北京ダック後でいただきますね。麻婆豆腐もいただきます。あ、いました。あら、仲良しじゃないですか、お隣同士で。派手にやってて悔しくて素敵ですよ。夏いちごの、飴が飴ちゃん、すごい懐かしい、はい、ちょっとリンゴをイメージして。なるほど。仕事やりましたね。ぜひとも。後でいただきます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。
なんだって。すごい。なずきの好きなエビ海鮮丼になります。やった。仕上げもある。あ、ぜひ串揚げ大好きなんです。うずらも欲しいし。揚げてくれてます。すごい、揚げ物好きだから。よかったね、串揚げだもん。なるき見せて。醤油かけるとかな。出来上がり、こんくらいかな。はい、自分の大好きなエビとマグロたっぷり。 ありがとうございます。前にお肉もありましたよ。海鮮丼ちょっとじゃあ置いてきます。はい、置いてきてください。食事してからすごい効いて。ついてます。次は今ちょっと混み合っちゃってる。そうですね。かき氷ですね。かき氷ですね。なんか今日も顔真っ赤かなんですけど大丈夫かしら。飲んだの？飲んでません。一滴も。そっくり。どう？親子。なんかデザートも美味しそうで、ちょっと見てみる？見てないから。はい。なるほど。喋ってください。写真じゃありません。ちょっと。コンソメの氷。なずきは何？これはオニオンソースでした。じゃあ違うのがいいな。おすすめはオニオンと人参どっちかですよ。じゃあ販売もする。いや、そうですね。うちの奥さん人参ちょっと苦手なんで。何ソースがいいですかって。こちらから。どういうこと？もらって帰るの？違うよ。今かけるの。これは販売してるんです。美味しかったらあのまま。こちらオニオンになりますんで。よろしければ お, あのお土産で買っていただければ。びっくりした。ネギで？ネギじゃないでしょ。これオニオン。めちゃくちゃなこと言ってんの、もう。親子ともどもめちゃくちゃだなの。捨てくれちゃった。もう一個頼もうかなと思って、あの何ソースがいい？じゃあネギソースで。ありがとうございます。はい、お待たせしました。どうぞ。メニューはいかがですか？はい、かしこまりました。いかがですか？後で行きます。絶対に。お待ちしております。焼きそば一ついただけますか。なずきは
何取れるかな。宿泊券とディナー券とランチ券がまだ残ってます。お願いします。いい感じだよ多分。ピンクの髪なんて。ピンクの髪がないもん。どうやってるのこれ。そっちじゃないんじゃん。違う。縦に。パパやり方わかりません。はい。何色？あピンク。せーの。何これ。スプーン引き換え券。新しいスプーン使っていいよ。どういうこと？縁日1回。縁日1回。やった。やった。何これスプーン変えれるとか。スプーンは何？いいじゃん。ちょっとおしゃれな。あ、でも家族4人分ちょうどいただきました。ちょうど当たったじゃん。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しめましたね。はい、ということで本日シラトン都ホテル東京さんでの夜ご飯でした。イエーイ。お祭りも楽しめましたね。そうです、夏の縁日風ですね。すごくなんか都会のお祭りって感じでいい感じでしたね。楽しませていただきましたけど、では夏休み中に今度は宿泊したいと思います。はい、家族で出かけるのもね、もう数が少ないので、まあスケジュールがね合わないから、こういう都内での宿泊だったりお食事だったりを楽しむというのも一つですね。そうですね、プロモーションではございません。あ、本当に違います。今日たまたま、家族が揃ったので縁日に遊びに来ました。はい、美味しかったでしょう。石目北京ダック食べてました。エンドレス北京です。はい、なずきくん、エンドレス北京です。美味しかったです。この四川のね、料理長が丹野さん、僕いっぱい作ってくださいました、ね、変わり種のかき氷も美味しかったですね。山本シェフの、というよりもね、やっぱねクオリティが高かったね、料理の、うんうん、普通の縁日の焼きそばを食べるより、ここで食べた焼きそばが数倍美味しいとマネーが教えてくれて、本当食べてみたら美味しかった、本当に美味しかった。ということで本日のミネスタイル以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。 Thank you。 おやすみなさい。最初は